こんにちは。アパレルブランドヘルメスカをやっておりますヨッシーです。本日もおすすめの商品を紹介したいと思います。本日はこちら、カナダ軍のオーバーパンツです。カナダ軍ってね、皆さん知ってはいると思うんですけど、アイテム持ってますか？結構ね、面白いのが多かったり、ディテールがかなり完成されていると言われているものも多いです。このパンツの特徴としましては、オーバーパンツなので、ここのねサイドポケット、ここは貫通式になってます。だからここはね、中にこうバンってこう入っていくんですよ。だけどこのサイドにねポケットがあるんですけど、このカーゴポケットが尋常じゃないデカさなんで、ほんとマジでペットボトルとかそのまんま入るぐらいのデカさなので、大体のものはここに入れちゃえばいいから、まあ収まるという感じになっています。で、生地感がとってもね、見ての通り光沢がありまして、まあ、ちょっとね撥水性があったりします。コットン50ポリ50です。で、ウエストはドローコードがついてまして、このドローコードが平織りの、生地で、こういう生地でできてるんで、もうほんとね帯を結ぶような形で、かなり幅広いウエストに応じてくれるというか、女の子とかでも全然履けますね。柔道着張りに縮むんで、これはほんとね、ここのウエストの感じってあんまり参考にならないですね。どこまででも縮むっていう感じです。裾にはドローコードがついてまして、ガボーンとしたシルエットをここで縛ることもできますし、まあ僕のおすすめとしては折り返すスタイルがおすすめです。あと特徴的なのは、後ろですね、バックの部分、当て布の部分めちゃめちゃでかいんですよ。もうこういうアーチを描いて当て布がされているんで、そこも面白いかなと思います。何よりこのガボンとした、このドーンっていうめっちゃ太いワイドシルエットのカーゴパンツで、光沢があるやつってなると割とね、種類が少ないというか、あとカナダ軍のやつって特にこのボタンが特徴的で、この大きなボタン、これがすごくね、なんか可愛い感じなんですよ。すごく太いパンツが欲しいっていう方におすすめです。あと割とシンプルな T シャツとかと合わせてもいいと思いますし、レザーサンダルね、そういうものとロールアップした時にすごく相性がいいっていうことでもおすすめです。僕これすごい好きで何本か持ってたりします。ちょっと簡単な着画をお見せします。いかがだったでしょうか。本日はですね、カナダ軍のオーバーパンツを紹介させていただきました。生地感がとっても光沢があって使いやすいですし、まあ、オーバーパンツでこっちサイドのポケットは使えないんですけど、それを補って余りあるほどサイドポケットが大きくて、iPad もそのまんま入っちゃいましたし、まあお財布、携帯、ペットボトルとか、なんかこうそういう手持ちのアイテムぐらいはこのサイドポケットだけで全部収まるんで、そういう意味でもすごくいいし、裾まくって履いた時のシルエットもなんかこうストーンって落ちる感じですごく綺麗なんですよね。だからその折って履いた時に足首も結構細く見えるんですよ。パンツ自体がすごい太いんで、まあ対比になるから足首もちょっと細く見えるし、サンダルとかとの相性は抜群なんですね。ということで、かなりファッション的にも使いやすいアイテムで、僕結構このアイテムがすごく好きです。で、プライスが古着というか、群物なので、置いてるお店によって値段はかなり異なります。大体ですね、大体1万6000円ぐらいから、一番安くてワイパーさんの1万700円ぐらいだと思います。今回これを紹介したのにもいくつか理由があって、まあ単純に好きだからっていうのもあるんですけど、僕が今アパレルブランドやっていく中で、服が趣味なんでめちゃくちゃ服が多いんですね。で、ちょっとこのままだと
新しいヘルベシカの服が届いた時に僕の部屋が大変なことになってしまうってことで、先日ね結構処分したんですよ。どうしようもないやつっていうか、もうほんとどうでもいいようなやつは処分して、後でリメイクに使おうと思ってたデニムの生地なんかもですね、かなり処分しちゃいました。あのほんと1年間ぐらい使わなかったらもう使わないだろうということで処分しちゃったんですけど、まあ、それでもかなりの数があるなってなったんで、あの今週末土曜日ですね、27日の土曜日夜9時からですね、僕のベースのサイトの方でフリマを行おうと思います。まあ、僕の手持ちの服とかですね、まあ、気に入って買ったものとかが多数なんですけれども、まあ、何か皆さんに引き継げるものがあればと思いました。まあ、あの去年の年末ね、渋谷のホテル声でやらせていただいたフリマイベントと、あとは先日僕のポップアップでついでに僕のもののフリマもやったんですけど、まあそんなものと被るものもあるかもしれないんですけど、まあ実際来れなかった方もですね多々いらっしゃると思いますんで、オンライン上でやってみたいと思います。物が減れば嬉しいし、まあそれが次の方に渡ってまあ喜んでもらえたら嬉しいしということで、かなり価格は抑えつつ物によりけりなんですけれども、あのやってみようと思います。27日の夜9時からですね、僕のベース上で、オンラインフリマを行いますので、まあ、あの気が向いたらチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。Twitter や Instagram もやってるのでぜひそちらもよろしくお願いいたします。ヘルベチカというブランドをやっておりますので、概要欄からチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。失礼しまーす。We'll be right back.